まあやっぱりこう納得いかないシーンもたくさんあるし、もっとこうできたなとか、もっとこう味方にうまく伝えられたなっていうシーンはたくさんあるんですけど、まあ個人だけじゃなくてこうチームで出てる選手の中でいろいろ判断を変えながらやってきてはいるんで、そういった面ではこう積み上げたものっていうのは少しずつあると思うんで、非常にいいチームにはなってきてるかなと思います。やっぱりこう安心感だったり勝たせられるというか、そういう存在でありたいなとは思います。一つのビッグセーブよりも試合通しての安定感だったり、簡単にこう見せるだったり、まあ大丈夫普通だよっていう風なプレーにできれば、チームだったりこう味方に安心感を与えられるんじゃないかなとは思ってます。いやもうこれは自分でどうにもできることじゃないんで、こうまあ味方がそうやって信頼してくれてその安心感があると思うんで、まあ僕はもうその安心感を得れるようにひたすら地道に当たり前にプレーするっていうことしかないかなと思います。カイトだったりリカだったりって人に強いんで、まあ、どっちかというとこう自由にやらせて、例えばカイトが言ったらリカカバーしてよってリカに逆に言う。マキトは人にっていうよりも周りを見ながらって感じなんで、ある程度任してるっていうか、マキトのタイミングでっていう感じで、最低限の例えば股消すだったりっていうのは言ってますけど、まあ、人によってなんか良さを消さないようにはしてます。まだまだ通過点ですし、まあ100試合ですけど、毎試合1試合ここから先も毎試合1試合積み上げて成長していきたいなと思います。残りの試合を個人としてもチームとしても、勝って勝ち続けて終われるように、しっかりいい準備をしていきたいです。